東海道新幹線は開業翌年の1965年から車内に公衆電話を設置その後テレホンカードの自動販売機も置かれ乗車記念として購入する人も多くいたといいますしかし携帯電話が普及したことで利用者が減少し2021年6月でサービスは終了しました JR 東海の関連会社 JR 東海リテイリングプラスは 多くのお客様の思い出を紡ぐコレクションとして、また利用してほしいと。テレホンカードの自動販売機と、テレホンカードのレプリカ八枚。さらに、購入した自動販売機が設置されていた車両などを記した証明書をセットにして販売します。価格は二万九千八百円で、今月十九日午前十時から JR 東海リテイリングプラスのオンラインショップで購入できます。 販売は20セット限定の予定ですが早く売り切れた場合は数量を増やす可能性もあるということです。